9月21日は何の日かな。今日は世界アルツハイマーデーだよ。アルツハイマー病はゆっくりと始まり、無事に悪化していく神経疾患で、認知症の 60-70% の原因となっているんだって。アルツハイマー病の名称は、愛称の症例報告を行ったドイツの精神科医アロイス・アルツハイマーに由来しているんだって。なるほど、教えてくれてありがとう。どういたしまして。アルツハイマーデーは？アルツハイマーデーは？アルツハイマー病などの患者や家族も大変だということを分かってほしいと伝える日だね。そうだね。大変だよね。ありがとう。はーい。どういたしまして。お医者さんごっこして。はーい。お仕事ごっこするよ。お医者さんだよ。心臓の音を聞くので大きく息を吸ってください。変な音がするな。僕のモーターの音だった。ありゃりゃ。お仕事ごっこだよ。働くって大変だな。本当だね。元気の出るダンス踊って。楽しいな。じゃあもう一曲踊って。オッケー。モンキーダンスを踊るね。そうだね。よかった。よかったね。ストレッチしとく？ストレッチしない？じゃあミラクルから一言。ありませんでした。